さあ、どうさんこんにちは。今日はマーチ。マーチだけど普通のマーチはちょっとないかな。どうぞ。あれ？あれ誰かに似てる。あ、自分には高松くん似てる。あ、よく言われるんですよ。よく言われるんですけど。よく似てるね、なんか。ちょっと違う。あ、違う人？双子？双子、いや、行き別れの。行き別れなの。高松ちゃんどうしたの？あ、高松ちゃん出ちゃった。どうしたのあれ？ジムニーは？ジムニー言っちゃいました。は？嘘ばっかり。エアロッカーつけとったやん。ジムニーはもう今家に二台持ちなの？二台持ちです。これとジムニー。普段どっちなの？普段もう今こっちですね。どっちが楽ぶっちゃけ？ジムニーのが楽なの？楽なんですけど、でも真夏はこっちの方が絶対楽です。そりゃね、エアコン効かんもんね、ジムニー。ジムニーの方が、あれですね、クラッチが。真夏どうすんの？真夏全開？全開です。全開で乗れる？慣れた。去年の夏はサマルだけだったんで良かったんですけど、途中からこれ出たもんね。途中からなんで。これなんだっけ、マーチの 12S1 2SR。 何がスポーツモデルってことみたいなもんだと思います。オーテックとは違うの？あ、マーチ 12SR のオーテックなんで。オーテック早い。普通のマーチより全然早い。普通の俺マーチ乗ったことあるの？昔乗ってたけどさ、遅いよこれ。結構同じ感じじゃないの？結構早いです、ね、早いのだけど。これなんかやってある？あ、もうフロント、いや、もう 12SR の純正。これ純正なの？もうほとんど純正です。純正なの？ちょっとドヨンとしてない？大丈夫これ？いや、疲れ切ってるよ、なんか車がもう洗車した？洗車してないです。したら綺麗になるやん、これ埃まみれになってる、これ通勤よ、はい、もう通勤と最初綺麗にしとったやん、だって最初もうめっちゃ洗車してましたよ。最初だけや。最初ビッカピカしとったね、今これヘッドライトもくすねきちゃった、ほらヘッドライトも磨かなきゃいけないですね。ちょっと綺麗にしようよ、綺麗にしたらすごい車なのに。どう？聞いてる？でも楽しいですよ。楽しい。これさ、もともとさ、お父さんの？もともとお父さんが乗ってて、自分が JB23 潰しちゃったんで、うーん、でちょっとライダー301台で我慢できなくて、お父さんにちょうだいって。ちょうだいなの？くれるもんなの？ちょうだいって言ったら、車くれるもんなの？じゃあ車買う。そんなもんなの？あ、今スイフト乗ってるの？お父さんスイフト乗ってますね。周りどこじゃなくて走りが気になるね、どっちかっていうと。走りめっちゃ面白いですけどね。面白い？結構クラッチも難しかったり。ジムニーマニュアル、これもマニュアルでさ、大変ですよ。あれ？もとも欲しいです、ね、やだよね。じゃあちょっと横見ますか。聞かないですけど、横見をちょっと横見ましょう。高松ちゃん、はい。バンパー歪んどるて。それ、ちぎれてるんですよね、あの根元が。ぶつけじゃないんですけど、多分劣化で。しょうがないね、これ根元がちぎれちゃって。汚いね、ホイール。これセルヒアかなんかこうやりたいね、後日で。フロントでも結構綺麗にしてもすぐ汚れちゃうんですよね。そんなに出せてんのこれ、なんで？もうすぐこれよりはまだちょっと綺麗なぐらいですけど。パッド純正？パッド純正だと思います。足は？足はテインの車高調と足が入ってます。車高調でね。車高調とで、マーチこの方さ、リアディスクにしてほしいよね。ディスク、いやでもドラムでいいんじゃない？結構止まる？全然止まります。止まるんだ。だってほら比べてる車がジムニーなんで。まあまあまあ、ジムニーのクレーターと止まるけどさ、じゃ例えばほら、なんかスポーツモデルじゃん、車としてさ、なんかほら、結構でも歴聞くと思いますけどね。なんか気分的にディスクが良くない？ね、ちっちゃいな。ちっちゃいです、コンパクトカー。ドルベース短いね、やっぱ。これさ、コーナーでさ、ガーンいったらケツか？わからないです。え？お父さんが一回結構なスピードで曲がってたことあるんですけど。ケツさ、だって浮くやん、こうやって。よくインリフトするって言うじゃないですか。あんとそう。全然しないです。ならない？イネションするじゃん、こうやって。全然大丈夫です。しない。あれが暗いのかなって。眠いんですよ、今。なんか俺が無理やりなんか取材させてるみたいじゃん。やめてよ、なんかそういうこと。ちょっとたまっちゃん、足痛いの俺、筋肉痛で。なんでマニュアル乗ってくるのこれ。いや、マニュアルしか持ってないですもん。筋肉痛でさ、大人欲しいんですけど、ね、重いんだよ、このマーチ。これ、強化？いや、じゃないと思います、ね、なんでこの重たいの、これおかしいよ、だって足痛いのに。ジムニー、JB の重くないですか？え、軽いって、あれスカスカやん。自分になんか JB のあの話した時の急にコンって上がるじゃないですか。あ、コンってなるね。あれちょっと違くない？あれ嫌いなんですよ、気持ち悪い。あー、なんか11とかは30知らんけど、30めちゃくちゃ軽いです、ね、一定じゃない？なんかなんか反発があんまないよね。じゃあちょっとリア見てみようか。じゃあ俺ちょっとこれ走りメインでやりたい。ちょっと走りメインです、うん、ちょっとじゃあリア見てみましょう。さあ、リアテールが違う。テールかっこいいですよね。純正？純正です。これ？12SR 純正。かっこいいね、このテール。バンパーも全部そうです。これバンパーで一緒じゃないの？バンパーなんか若干でもこの辺がちょっと違う。この下のこれが違うよね。
ね、待って、下から照らす式なの？下からですね。そういうこと？下からですね。そういうことか。何これ、谷口のシール。いや、お父さんが会社から持ってきた。会社から持ってきた。あ、マフラーとこれ純正？マフラーは純正じゃないです。え、あ、社外なの？カラクリハウスのリアピースだけなんです。カラクリハウス奈良にある。知らない、何それ。マーチとかスリピッツとか多分。あ、そういうコンパクトスポーツ。え、そのメーカーのオリジナル？カラクリハウスっていうカーショップですかね、多分。カーショップ、カーショップっていうか多分のやつです。あ、はい。ねえ、なんか結構カーンっていうの。めっちゃ好きな音ですけどね。なんでこの音すんの？もうちょっと音でかいといいね。いや、でもこれぐらいがちょうどいいですね。結構高い音するんだね。マーチの音じゃないね。結構好きですね、これ。じゃあ今日のこのポイントは、まあ、車庫長がなんだっけ、テインで、テインでカラクリハウスのマフラーと。エンジンはやってない？やってないです。まあじゃあほぼほぼノーマルで。ノーマル。どんな走りするのかな。これで 1.2 だっけ。 1.2 ですね、確か。 1.2 って遅くない？早いですね。早いの？自分的には。ほんとね、まあ、ジミーと比べたら早いよ、そりゃ。ベンツとかと比べたらまた全然違うんですけど。まあそこはあれだけど、その例えばフィットとかあるじゃん。フィットとかあるじゃん。多分フィットの方が直線速い。早い。どうなんだろうね、ちょっと気になるとかね。じゃあ、ショーインプレッションしていきましょう。だから筋肉痛第3弾なんで。あ、第2弾かな、第3弾かな。第3弾ですか？もう 3弾きついわ、ちょっと。マジで。これもマニュアル。マニュアルで、はあ、さあ、行きますか。ハンクラがさっきからさ、思いながらが違うな、多分俺の足がいかない、多分たくまっちゃん辛いわ、痛い足が。さあ、うお、早い、うーん、つぐまあまあ、ね、砂めっちゃ曲げとらん、これなんで。いや、ネオバです。ネオバか。グリップいいね。ツルツルですけどね。でも、どうなの、まだ使える？まだ、もうちょっとしたらでも買えますね、さすがに。まあ、でも結構来とったね。ああ。ああ、軽いね。走り結構面白いですね。ああ、これはいいね。ブレーキ甘いな、でもやっぱ。ちょっと甘くない？気にならんぐらい。全然気にならないです。ジムに乗ってるからよ、それは。めっちゃ止まるなと思いますもん。聞かない方だよ、これ。マジでめっちゃ止まるなと思います、いつも。本当に回せる車だね。あ、限界値が高くない。そうだね。あ、足結構固めだな。おい、はいはいはい、何でしょう。何、何今の合図は。あの、デジタル無線俺の足が今ね、いい感じ動かないからさ。あ、でもすんなり出ちゃうね。黄色はみ出て走ってくるんだよ、声な。大げさに受けすぎなんて。あ、でもそんな快適だね。でも結構ヒュンヒュン走れるね。移動早くない、これ。結構楽しいです。楽しく、あと、そんな無理なく走る。本気ででもどう飛ばせる？本気で飛ばすことあんまりない。あんまないよね。なんかこの辺でちょっとスポーティーストークぐらいだったら楽しめそう。ちょっとコーナーをとか。ね。やっぱ足硬いんだな。マフラーめっちゃ音するわ。ポンポンいったな、なんか。めっちゃいい。ポン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 いいね。これマーチメーターの同じだけどさ、ちょっとこっちが黒いね、なんか可愛いメーターだけど、ちょっとなんかスポーティーな、スポーティー、確かに。水温計がついてないんですよね。あ、本当だ、ついてない。普通のもついてないよね。ついてない。ランプじゃない、青いのがついてるとかじゃない。青いのか、55度までは青いが冷えてますみたいな。あ、そうだよね。つくんですけど。あ、これケツ硬いな。人を乗せて走るのにはあまり向いてない。人乗せるとどう？
ちょっと車高がやっぱ低くなってるんで、そこ突きってかドーンってなドーンってなるよね。やっぱケツはしょうがないのかな、これ変えてきてよ。比べてる車がジムニーなんで、ちょっとどうしても、うん、それジムニーにしたら全然快適じゃん。シートいいね、これシートはもう全部されるし、やっぱレカロいいな。ジムニーもバーチもレカロね。本当はジムニー、フルバケがいいんですけど、フルバケだとさちょっとレシャケなんで、うん、なんかえらいなんかレスポンスいいな。確か軽量フライホイール、あ、軽量フライホイールなんだ、すごい分もあるね。つなぎにくくならん、なんか親父のスイフトも軽量軽量入れて相当回ります。軽量入れるとこのさ、つなぎがなんかやりにくい、大変合わせにくいよね。それ考えるとジムニーがめちゃくちゃ楽なんで、あー確かに、ちょっと雑に繋いでも、あー走ってくれる、ちょっとうまく合わせんとギクシャクするね、はい、あーあーこれいいや。なんか一人でボート乗りたい、なんかボートっていうかドライブするのにはちょっと楽しめます。一人でなんか黙ってドライブしたいかな。オートマの方がいいんじゃない？オートマ欲しいんですけどね。楽じゃんなって、オートマ。でもやっぱ楽しい車乗りたいですよ。なるじゃん、ジムニー。ジムニーは朝通勤で乗ると小学生の軍団にこうやって耳塞がれる。ベーンベ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 ンって言うからね、ツーサイクルうるさいでね。小学生が嫌な顔するからさ。でも面白いじゃん、おもちゃみたいな、なんか喜ばん小学生。なんか指差して笑ってることを耳塞いで嫌がってる子が二手に分かれる感じね。両タイプいるわけね。でもほとんどが耳塞いでますね。まあ大体うっせえね、あのガガガガッて。ああいいんじゃないこれ。なんかブレーキのタッチがでも良くないな。踏んだら効くんだけどさ、踏み込むまでちょっとちょっと遊びがある、遊びがある感じする。面白いわ。コーナーが楽しい。コーナーね。ああ軽いね、やっぱりフライブリュー回るね。めっちゃ回ります。おーこマーチもこんくらいだったら面白いな。オートマのマーチダメだよ。オートマはもう全然ダメだよ。本当にな、買い物の車って感じ。もうこういう走りしないもん、踏んだ時に。マフラーなんか思ってるいい感じの音入ってくるね。車内の方がなんか車内の音いい感じする。外から聞いてるとそんなになんかうるさくないよね。でもたまにあの走っていく時の走り去っていく音、これこういう音すげえすげえ。あーマジヒュンヒュンで走れる。これ移動がめっちゃ楽。もうさ、フケがさめっちゃ回るよね。めっちゃ回ります。でもやっぱあの旋回転にちょこちょこ動くんで、あでもやっぱメリットデメリットは出てくるよね、こんな感じね。じゃあ今日は高松ちゃんのマーチ。もう車買えるの？買いたいなとは思うんですけど、まあでもちょっとマーチがとりあえずは間に合ってる感じ。とりあえずはまだかなっていう感じ。まあ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 。ピボットこれ何？水温計です。水温計か。あないからか。はい、じゃあ これではい、マーチインプレッション終わります。また応募してください。では皆さん、さよなら。Wait a minute!